本日はこの方に来ていただいております。中学3年の野口陸斗です。野口選手はいつからマルバをやっているんですか？幼稚園の頃からやっています。幼稚園の頃からやっていて、一番印象に残っていることって何ですか？バーモントカップです。バーモントカップはどういう結果でしたか？は県大会で準優勝でした。その悔しい思いを持って、今どういうふうに練習に取り組んでいますか？中学の大会で日本一を取れるように頑張っています。次は関東大会ですね。関東大会に臨むにあたっての、意気込みを聞かせてください。チームで一つになって自分の力を発揮できるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。